した。お疲れ様でした。プロレスさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。山崎さん、山崎さん、ほら、山崎さんを俺だけでここまで来たんだよ。リップサビはいらねえよ。おめでとうございます。ありがとうございます。ものすごい、もう、声援も。とにかく強い思いで走るっていうことを言われてます。もう、ありがとう。本当に、まあ本当に昨日の共同記者会見でもテレビインタビューでも一旦喋ったんですが、まあ今日のメンバーがグランプリに匹敵するようなメンバーで走れたってことにまず感謝しているところと、あとはまあ本当に今年最後になってしまうレースだったので。まあ、僕ももちろんすごい強い気持ちで走ってたんですけど、今日最後に、今年、まあ、来年にかかってしまう選手もいますが、そういう選手たちは本当にいろんな思いを込めて走ったと思ってます。必ず戻ってきてさらに強くなってる。そうですね、まあ、この休みになってしまう期間を、さらにこう飛躍できるように頑張って練習してきます。